流星流星。はい、今日は久々に来てくれました鈴芽白麺、まあエントリーは TN 白麺ですが、俺と鈴芽さんのチーム対さっきやった無印森チームです。先方は鈴芽さんの白麺と森さんのレイリウスですね。ガードレスが空中ぐらい、いや読んでたのかあれ。立ち火がすぐらいしてしまった、すぐらいなのかあれ。落としてスリーじゃダッキャでダッシュが出ない。さあ白麺は弾がいっぱいある、この状況は怖すぎる。電化しろ、これはどうだったかな、痛かったっけ、痛かったような気がする。必要に入れっぱがりをしている。カウンターをせず立ち火から、あジャンビ引っかかってしまって、あ当たらず、これは赤さ死んでしまってさあ最後の一発を殺したい、殺したい。さあさあ、あー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 コンボミスしてしまって、あこれはどうなの、ああホタルが出ない、あー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 、最後はよく見ていた体育、一本目は森レリウス、あさあ相手チームから下手くそと聞こえている。はい、この白麺18なんだけどさあジャンビで当ててコンボはできず、ジャンビで威嚇していく、ハウリングが、いや上をよく見ている。ガードレイスから、いやーうまい、周で潜ってバーストを剥がしていく。おおなんだ今の、レドリーが裏回ってしまって立ち入れで美味しくラウンドを取っていく。ああ最終ラウンド、これは裏高はよく見ている、ジャンビでさっきも見た光景、対空が詰めてるのかな、法人でかい、ジャンシーループしてトータル拾って、これは嫌な流れ、いやコンボがお高い、これはおデドリでなおしのいでいく、体育潰れてしまってボディが漏れてしまってガーキャー、おこれはあつながってない、つながってない、あこれはちょっとこれは厳しいんじゃないか、おお台風がジャイアント相打ち、てか総裁か、あー最後はジャンビ、あジャンビじゃなかったアギト、ああああだってそうでしょ、だって1234でしょ56でしょ、じゃあ B 兄弟いるの、じゃあね、あここだな、うんそうだね、じゃあ B 兄弟でケバさんと源太郎さんのチーム対、国家ノエル、水木さんのところお願いします。はい実況戻ります、あ B 兄弟です、こちらで
お願いします。攻めているのは、白面側かジャニシでバリアモレなのかな、バリアモレ誘って勇気風当たってしまう。4500からバー裂いてアギト、キーレンソーは読んでいた。最後は 2A3C、 いや繋がるんする。2ラウンド目、さあなんかチームメイトの中で不仲がコンボできず、おいしい指導だったがジンガーは助かっている。うまい、おお無双が漏れて、てか無双を2A で勝てるのがすごいな。あそれはいかん 3C だろと非難の声が。さあ勝ったのはスズメ白面、おめでとうございます。さて準決勝第2試合ですかね、ケバミュー源太郎ニューチーム対ウンデル、バレル、テイガー、テイガーのチームです。さあね、これちょっとね、もう聞くも涙、語るも涙みたいな展開になりそうなんですけど、ぜひここは覆してもらいたい。もう本当ね、ケバさん、源太郎さんには申し訳ないんですけど、どうしてもこの組み合わせ、このチーム編成はテイガー応援したくなっちゃいますね、とか言ってるうちに、さあ、ウンデルがやばいですよ、これ。ウンデルが早速もうなんかもうなんかバーストもねえしスパークしかねえしみたいな感じで、さあその頼みのスパークボルトさんもどっかに行っちゃって、さあどうすんのこれ。お先真っ暗な展開だが、これはウンデル思い切ってなんかしてほしい、なんかしてほしい、なんかしてほしい。スイッチ、スイッチ、ビームがいっぱい巻かれて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 、さあ無理はしないぞ、オラオラ削れろ削れろからのオフルの剣、ラピキャンからしっかり倒し切りましたね。さあこれはね、ちょっとさすがにね、この1ラウンドはしょうがなかったけど、角食いが鋭い。さあこれはウンデルが完全にポンコツアンドロイド状態ですが、大丈夫なのかこれは。ああ、ポンコツアンドロイドですね。あー、ポンコツアンドロイドですね。ビードーラ打っちゃおっかな、投げちゃえ。あー、バースト打っちゃった、バーストと打っちゃおっかな、なんもねえ、どうしたのこれ。さあしかしガードは固いぞ、やばい、 PP が見えてる、 PP が見えてるぞ、 PP なのかこれは、 PP ですね、 PP、 PP、はあ、すごい。さてテイガーが倒されてしまい、満を持してかぶせていくのはアイアンテイガー。どうしよう。さあミューテイガー第2ラウンド始まりましたね。最初のウンデルがマジでボロ雑巾にされてしまったので、バレルさんはせめて一矢報いてもらいたい。ミューとニューだとかろうじてどっちがやりやすいとかあるんでしょうかね。ミュー、ニュー、ニューなんだ、なるほどね。さあバースト早いとこ行ってバレルテイガーが歩いて歩いて近づいていく。しかしそれだけでは全く状況が好転しないのがこのラウンド、この組み合わせの辛いところだが、これはしっかりつぬぐい読み切って試すレッジにしてバーストを使わせることには成功したが、とりあえずこの時点でダメージを与えたのでウンデルよりは上です。格付けは完了しました。さあしかしこのラウンド、こっから先がなかなか辛いぞ。バーストもないし、相手にはゲージもあるしビームもあるし立ち回りも強いし、さあどうする。しかしこちらにはスパークボルトがある。そして2キロガードして磁力も今はついている。中段崩してスイッチからの護衛でもう一回拾い直して 2C からアトミックコールだ。 2AD で締めて画面端と磁力、こうなるといくらミュートへのも面倒くさいことは全く軽いありません。しかもバーストがないのでこのコンボ甘んじて受け入れるしかない。しかしミスって、さあどうすんだこっから。
鋭い、ここで打っていくのがケイバーさんの強さですね。バンザイはかろうじて音がめなしだが、立ち回り勝負に戻ってしまうとどうしてもこの体力差でも油断ができないくなってしまいますね。これは時間を使ってうまいこと立ち回っていきたいというところでしょうが、体力もねテイガーの方が圧倒的に多いんでね、無理はしたくないところですが、投げしっかり投げて、このボディにゴシがカウンターヒット。そうなるとこれは残るのか残らないのか、バーストも悩みどころ。これは使わないでアマンチュー切れましたね。まあこの時点でウンデルの8000倍ぐらいダメージ当たっていると思うんですよ。でも倍にしてもウンデルはゼロなんで変わんないですね。ゼロです。多分今ミューダメージ1万ですから8800ぐらいは減らしてたと思うんですよ。でウンデルゼロなんで倍にするとゼロになってしまいますね。ああ困った。さあ6円エッジ力ついて三振こかしたが、ここは吸い取って A ドライバー、はいじゃんけんポン、はいはい、こうでしょう、はい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 。さあ手が攻める、すげえ我慢してる、えらい。しかしアトミック、これだそれが飛んじゃうのはもうさすがにしょうがないですね。さあキレのあるこれだったが、これは中段はガード、ペイガー扱いガード硬いですね。さあカクンカクンしてる、カクンカクンからの三振。ラピー互いにラピケを使っても攻め系を意識してとゲージを吐いているような様子ですが、少しずつビームがいい味出してきて体力差を縮めてますねといったところで、ビーム指導補正切りの投げはしっかり抜けている。クライマーあやはといったところだが、これはやばい。まだあるバックダッシュにスパークボルトがヒットして、ゲージもこれはたまるぞ。ロビンコンボミス、これは痛い。最後はつるぐいケバーゲントのチームの勝利です。